はーい、お疲れ様です。元光です。言論プラットフォームのホーナーチャンネルになります。今回のお話なんですけど、あるフェミニスト、こちらの勝部元気っていうまあネット上というか SNS 上では割と有名なフェミニストになるわけなんですけど、この人がですね、暇らしに喧嘩売るようなことをしてですね、提訴されてしまうっていうようなそんなお話なんですよね。いや、もうこれはさすがにアウトだろうみたいなことをやってたりするんですよ、こんなね。ものを開催して暇しに おかずらしに悪いイメージがついてるぞーって献殿するようなことをやってるんでまあ、これはアウトだろーみたいなことをやってえ提訴されてしまうというようなザバーみたいなねそんなお話があるんで今回それについてね見ていこうかなと思います元光のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますまあ元光も動画で何回かお話しするんですけどこのねフェミニストの話についてはまあよく炎上しがちなツイフェミのね男性の人になるわけなんですけど もうこの人がこんな感じでヒバらしから提訴されてしまうというようなそんなお話ですね。勝部元気さんを提訴しましたっていうことでもうすでにね、まあ、これ提訴したのは先月で今週くらいに訴状が届く予定です黙っていようかと思ってたけどまあいいやーってヒバらしが言ってて、まあ、提訴してるんですよね。で気になるその内容なんですけど、えー、こちらですね。二ソジにオブ・ザ・イヤー2023とかいうのを主催して僕を1位だと喧伝してたことだよーって とということでここででんんなことをやってたんですよみそジニー・オブ・ザ・イヤー2023っていうものをやってたんですけど、まあ、実際にねこれ勝部元気さんが、えー、ツイートしてるんですけどみそジニー・オブ・ザ・イヤー2023を開催しますってジェンダー平等社会にふさわしくない男性の言動をもっと社会で問題視すべきという観点から皆様の投票によって最も拒否感を覚えた言動を決める企画です。 国際男性で11月19日から投票開始予定で事前にノミネートを発表しますっていうことで。 ジェンダー平等社会にふさわしくなななないい男性トップを決めよようぜみたいなねねそんな話なん話ですよ、ねまあ、どういう仕組みかというとですね、まあこれはね、もう結果っていう話にはなるんですけど、あらかじめこの名前、ひまぞら氏だったりだとか、岸田氏だとか、えー、煉獄コロアキだとか、いろんな名前をね、選択肢に挙げられてて、まあこれ最終的に20個あるわけなんですけど、20個の選択肢の中から皆さんが思うジェンダー平等にふさわしくない 発言をししてててる人を1人票票まで入れて投票してくださいっていうようなそんなお話なんですよね。まあだからさ、これ投票できる人っていうのは、この勝部元気さんによって決められちゃってるわけなんですよね。選択肢が決まってるんですよ。まあなのでざっくりお話すると、勝部元気さんが気に食わない発信とかをしてる人たち20人集めました。みんなでこれのトップ決めましょうよっていうようなそんな投票になるわけなんですよ。もう完全にあの誰を 投票してもいいいいででですすよよとかではないんですよねいやめちゃめちゃ悪趣味だろって感じがするんですけど一番嫌いなやつ決めようぜみたいなことでしょこれ <laughs> むちゃくちゃじゃんで、まあ、この話にね、えーまあ、このホームページにかな、えー、賛同人がいるぞということでまあ王道のフェミニストの人たちもねこれについてね賛同してたりするんですよいややばいよね かなり考え方曲がってると元光は思いますけど、で、えー、まあ他にもねここ、こっちのページではどういうふうな人に投票するのかっていうね、もうちょっと詳しい説明があったりしたんですけど、この調査は話題になった著名人や政治家等による女性差別、女性蔑視等の言動の中から、今年のワーストをみんなの投票で決めることを通じて、ジェンダー平等の問題に日頃アンテナを立てている人々の問題意識を可視化し、アンテナの弱い男性向けの啓発活動に 今後役立ててることが目的ですって中立的な調査を行うため基準に関しても私たちでは設けず投票者の方々にお任せしておりますでも選択肢は自分たちで決めてんだよで例えば一番社会的に問題だと思う言動を選ぶのでも一番気持ち悪いと感じた言動を選ぶのでも OK です是非投票くださいっていやすがすがしいぐらいの悪趣味な企画なわけなんですよねいやびっくりだよねじゃ私が20人ぐらい気に食わないやつは あげたからさみんなで気に食わないと思うやつに投票してくれっていう企画ですよ。いやありえないってこんなの。人の悪口って喜んでるっていうことですからね。一番気持ち悪いやつを決めましょうみたいなそんな考えでしょ。ちょっと理解できないよね。そしてまあこの20人がねノミネートされてるというか勝手に選ばれてるわけなんですけどまあこれ見る限りさ投票数とかさ 有効票数は票だったんだよ、まあ、全員が3票ずつ入れてたとして300人ぐらいしかいないんですよ。いやそりゃこんなのに賛同して投票しますって人ほとんどいないよね。かなり悪趣味な人たちだと思うんですけど、これ投票してる人。まあ、なのでこの企画が出てる時点でこの企画賛同できないなーって発言を振り返るのはいいと思うけど一番ミソジニーな人を決めて何になるの票が少なかった人は許されるの全員を批判すべきだしある人をミソジニーだとだ。 安定するることとがが性差別解消につながるとは思えないぞまあまさにそういう話ですよね。とか他には割とノミネート強引でくさーってもっと全身全霊でみそじにやってるやついるだろうってもうノミネートが勝手すぎるだろうっていうふうに言われてたり他にはこの企画自体がヘイトだぞーっていうふうにもね言われてるんですよノミネートされてる人も犯罪者などの一番問題ある人は選ばれておらず参考基準がおかしいぞーとか他には品がないこういうがない こういう企画で盛り上がってるのを見るとドン引きだよ。って言いや、ほんとその通りだと思います。よ。いやその人気ランキングトップとかってやるんだったらわかるんですよ。いい人決めましょう。とか逆だよ。うん。本当に気持ち悪いやつを決めよう。ぜみたいな。 こうやって、うちわで気に入らないやつに票を入れて喜んでたら、なんか、ミソジニストは考えを変えるんですか社会からミソジニは減るんですかこれを見た人たちは企画者にいいイメージ抱くんでしょうかって、まあ、こんなことしてるから、この人たちがね、全然支持されないわけですよね。とか、他には選択肢に以下の方がいないのは嫉妬だぞーっていうふうに言われてて、実はね、この勝部元気さんは過去にもね、ここにノミネートされるようなやばいこと言ってたりもするんですよね、勝部元気さんが。 男子便所ってとこがアピールポイントなんです。まあこのあとックでは普通に女子便所入りましたとか男性だよこの人。女装してわかるのは女性のオシャレって男性の何倍も大変ってことがその分女性のオシャレって男性の何倍も楽しいぞみたいなね女装して楽しんでたりもするんですよね。でだで女子トイレ入ってんだよこの人。で女の子大好きでも私のことを相手してくれない女の子は嫌いとか私という野獣を野放しにしておくことは 全女子の危機だよって正義感あふれる人は早く私に餌を与えておとなしくさせてとかってどっちがミソジュニストだよってなりますよねでも女好きと女たらしと浮気症は全然違うんだよとかもうほんとやばい発言いっぱいしてるんですよ男子にとって で目のになる季節いえいえ燃料棒を制御しなきゃいけない大変大変な季節ですマジでやべえことばっか言ってんねで食べ過ぎちゃったと後悔したりしっかり意識ある女性は素敵その頑張ってる点を全く評価せず全く意識なくひたすらバクバク食べる肥満女性を評価するなんて頑張ってる女性にあまりにも失礼すぎると思うぞとか、えー、エリートの女性に対して萎縮しちゃうはあエリートだろうが服脱がせりゃ1人の可愛いい女性 女の子だぜとか、もうこういう発信してんだよ。 え自分はノミネートさされねえのって話ですよねら、まあ、に言えばここ最近の話で言うと二藤さんの言う通り一部の NPO は性犯罪の巣窟かもねって元コラボを支える会メンバーの決めせっこと牧師の森は、えー、元指定暴力団の幹部でわ若者支援 NPO 代表森氏は性犯罪を犯してしまいましたが団体潰れてないですよ二藤さんガンガン告発しましょうということでこれもめちゃめちゃ話題になりましたよね。コラボを支えるる会元参加者になるんで でもまさに,にのことやってんじゃん、まあ身内のそういう人には一切触れてないっていうのも大問題ですよね。まあ、なのでこんな感じで「暇ぞらしが1位だぞ!」みたいな感じで発信するっていうのはいやもう限られた選択肢をこの人が作り上げてるし。 ななんならこの投票っていうのもはっきりと分かんないわけですよね。この人集計しましたって言ってるわけですけど、まあそんな中、暇ぞらしを一番気持ち悪いやつだーみたいな感じでこれ順位つけて発信してるんであれば、それは名誉毀損みたいなので、訴えられても仕方ないよね。当たり前だよっていう、そんな状況なんですよ。で、まあ今回その件と、もう一つですね、こんな感じで。 今回の中で犯罪行為をしているというような人を勝手にひまらしもしくはひまらしの周りの人たちのせいだっていう風にね決めつけて発信とかもしてたわけなんですよね、まあ、それがこの、えー、ツイートになるんですけど勝部元気氏がね堀口秀忠という方からみそじにオブザイヤー2023に対する 大量の嫌ががらせ投票が続いています様々な成りすましの被害に遭っている方のようで、おそらく今回もご本人ではなく、なりすましかと思われます。加害者の IP アドレスはすでに取得しましたので、週明けに警察に対応をお願いする予定ですと。まあ、誰がこれ、なりすましやってるか分かんないけど、なりすましがいっぱいあるぞって。で、堀口秀た太太氏になりすました。みそじにオブザイや2023人に対する嫌がらせ投票、このままだと満タインの可能性もありえます。過去のニュースを見る限り 同様のことをして業務妨害罪として起訴されたケースもあるようですヒマノン初の逮捕者につながることを期待しておりますということでこの成りすましっていうのをこのヒマアノンっていうね別紙を使った上でヒマゾラ氏の周りがやったことだみたいな完全に決めつけてるんですよねいやわかんないだろうって成りすましてるからって確実にヒマゾラ氏の周りの人たちっていうわけではないでしょう。 まあこうしたとこであったり、この別紙を使っていると、ヒマアノンという言葉、まあ、ここに関しても、ヒマゾラ氏は追及して、ここかな、えー、と片方は440万円、もう一件は110万円で訴訟を起こしているというような話なんですよね。 まあ、これでさ、後者の方が認められちゃったら、ヒマノンって言葉を発してる人たちは、軒並み、あの、訴えられるっていう形にもなりますけどね。まあ、ということでけ、割とね、これ重要なね、裁判になると思います。ということで、ネットの影響も見ていこうと思うんですけど、この訴訟であの言葉が名誉毀損ワードって認められたら、芋づる式に訴えられる人が大人数出てくるなーって、アンチヒマゾラの人は全力でカツを応援しないと、自分にもヒノコが飛んでくることになるよーっていうのが言われてたり、他には、 暇ろさんが勝部元気さんを提訴しましたって「うんそりゃ訴えるよね」って「いやそりゃそうだろう」ってなりますよね「みそじにオブザイヤーで2023年とかいうのを主催して僕を1位だと喧伝したことだよ」って「いやそりゃ訴えられるよ」 とか他には訴訟するぞって公言してる人にわざわざリーガルバトルされに行くパヨクって頭荒そうだって言われてたりするんですよね。いや確かにそうだよね。暇らしはもうなんかやばいこと言ってたら訴えますよって。 もうそういう姿勢取ってんのにさ、あえて喧嘩売りに行ってるからね、このフェミニスト。マジでやばいよね、感覚。とか、他には、さすがに味噌汁にオブザイヤーは訴えられるわなーって、他の香ばしいメンツはスルーなのかーっていうことで、まあこれにノミネートされてる人たちに関しても、全然訴える権利みたいなのはあると思いますけどね。ここら辺にね、あ名前が上がってる人たち。だって勝手にここの選択肢に入れられて、悪口のね、票を入れられてんだよ。 いや、ありえないだろ、これって。まあ、ということでね、今回はフェミニストの人がですね、暇まぞらしに提訴されてしまうっていうような、そんなお話でした。皆さんの今日もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。もどみのチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。